か Sterling School in September is the global standard。 それで優秀な人たちを逃してんじゃないかとかって言われたりするので、ね、履修で漏れてる部分がいっぱい出てきちゃうから入試自体を変えなきゃいけないってことが起こり得る。4月1日もしくは4月1日よりも前に6歳になってなきゃいけない。 There is no guarantee that infections will end by September。ハローで始まりました。森哲チャンネルです。今回はですね、まあリクエストがあった9月入学に関してどう思うかっていうのを答えていこうかなと思いますね。4月29日の段階でいろいろ出てたと思うんですね、メディアに。で、まあネットニュースとかにもなってて、取り上げられてたんで、やろうかなって。で、河合塾だと某授業に入ってるんですね。この自由英作文のトピックとしてね、9月入学っていうのがあるので。なんで何度も教えたことあるし、一般の高校生が描く9月入学っていうのは知ってるんですけど、でどうせ紹介するんだったら、まあ、英語の新聞記事とかで紹介したいなと思ってたんですよ。で、僕はあのジャパンニュースっていうのをね、撮っていますんで、それで紹介できないかなと思ってて、29日の段階で新聞、結局ね、なかったんだよね、記事がね。このですね、Schools are cutting summer breaks ね、サマーブレイクスをカットしようとしてるっていう、あ、そうそうそう、I ね、動詞の I ですけど、っていう記事しかなくて、あ、じゃあ、明日まで待つかって思って、4月30日だったら出るかなと思ったら、4月30日はこうやって出たんですよね。 Local Governments、 GOVTS っていうのがガバメンツのことですけど、 Mal cut back on summer recess to catch up という形でですね、また同じサマーバケーションをカットするっていうね、そういう話だったんですよね。あ、この Mal っていうね、これ新聞で非常によく出てきますね。入試だと多分出ないのかな。 Consider の意味ですけど、 Consider より短いじゃないですか。文字数が少ないんで新聞では非常によく使われる表現ですね。あ、なんだ、また9月入学じゃなくて夏休みなくっていう、そういうニュース記事なんだと思ってね。なんか紙の新聞がいいかネットの記事がいいかっていうのも英作もよく出ますけど、まあ確かに紙の新聞よりネットの方が早く情報が入るっていうのはちょっとね感じた。そう、でも新聞が来てからやりたいなと思ったのは、そう、新聞の方が、これもね英作文で書くとき使われるやつですけど、新聞の方がきちんとチェックとかされてるから、で信頼のおけるものになってるっていうことが言えるので、来るのをね、待ったの、そういう理由なんですけど、5月1日号は出ました、ちゃんとですね。 September school start would require major changes という形でですね、大きな変革が必要だよ、9月にスタートすることっていうのの良い点と悪い点が書かれてます。まあ新聞ってね、そういう風に書かれるのが当たり前なので、もうちょっとでっかい記事でアドバンテージとディスアドバンテージとこうまとめた形で書かれるかなと思ったんですけど、そうでもなかった。なんでまあこの記事に載っていることと英語の表現を一緒に学んで行こうかなと思いますね。ちょっと授業で扱う自由英作文で分かってるのは、本当に学生たち考えたことない、今やっと考える機会が与えられたって感じですね。で、反対が多くて、なんで反対かって言ったら、桜のシーズンだからって書く人がねめちゃ多い。桜シーズンってね、桜もねチェリートリーズとかチェリーブロッサムズとか使わないで、そのまま桜って書いてくる人が多いんですけど、せめてさ、なんか桜と私たちはじめをこう結びつけるとかさ、そういうイメージがあるとか書きゃいいのに、ただただ桜のシーズンだからとかって書いてくる人がすごく多い。だって外国人の人に尋ねられてそう答えるんですか？日本はなんで4月から学校なんですか？桜が咲くからだよと。そんなわけない。で、ここだと東京都知事ですね、小池百合子さんのことを引用してですね、英語で書いてますが、 Sterling School in September is the global standard、ね、はい、グローバルスタンダードであるっていう意見ですね。だ、9月に始まるところが多いからですね、欧米では。あ、ちなみに韓国は3月ですけどね。あとはその4月だったものを9月に移すっていう表現が、 Move the start of the school year from April to Septemberいうふうにこういうふうに使いますね。 Move なんとか From A to B の形を使えば言えるわけです。で、その他ね、いい点として言われるのはこうですね、 Japanese universities will become more internationalized ね、 internationalized っていうのが国際化するっていう表現です。だから、もっと国際化できるんだっていうこと。まあそうですよね。いろんな大学が実際やろうとしてすごい失敗したやつですけども、9月にするとこっちから留学するときも、まあ、日本はこうね4月からなのに向こうは9月からだから空白の期間がねできちゃうとかっていうのはねよく言われるわけですが、逆もしかりで、日本に留学したいっていう人が、ね、こう夏に終わって学校、そして日本に留学するのに4月までめちゃくちゃ時間があるとかっていうのがあって、うまくね時間がマッチしてない
から留学が難しいってよく言われるやつですね。だそれで優秀な人たちを逃してんじゃないかとかって言われたりするので、そういったものが解消できるっていうのが言われてることです。で、今はまさにあのコロナの時期なんで、動かせば、これはまだ普通の9月入試にするっていうことではなくて、今の現状ですね。の意見であれば、Secure the time necessary to attend classes。学校行くっていうその時間をちゃんと確保できるよって言ってるわけです。あ、Secure ね。動詞の Secure ですね。これ、Obtain の意味で。ただまあ、昨日、一昨日のその新聞記事では、夏休みをなくそう、削ろうっていうことだったんですが、まあ、そんなことしなくても9月からスタートにしちゃえば夏休み削らなくてもいいでしょうっていうことです。あとはもうスチューデンツができることとして Engage in club activities and school events、ね、そう学校っていうのはそう勉強だけじゃないですからね。クラブ活動でスクールイベントなんかも、まあ、運動会とかですか、そういうのにも参加できるようになるよって言ってるわけですね。まあ多分このまま行っちゃったらそういったものももしかしたら削られちゃう可能性も非常に大きいですからね。授業時間がどうやったって足りないから学校行事を全部カットしてそういう授業にするっていう可能性だってねあり得るわけですよ。でそういうのが解消できるよっていう感じですね。であとはこのチャンネル見てる人は大学入試について見てる人が多いと思うんですけど It will become unnecessary to review the scope of the exam questions。今のままでやってしまうとですね、1月とか2月の入試になった段階で、そう、学んでないって人が出ちゃうんですよ。まあだから予備校とか塾とか行ってる人とか、浪人生だと多分感覚としてあんまりないと思うんですけど、その学校できちんと勉強して、学校の勉強で入試に臨む人も当然いるわけです。でもその学校がやってないから指導要領習ってないところその漏れが出てしまうわけですよね、まあ、数学でこの範囲やってないとかねベクトルが終わってませんとかねそういうのが出てきちゃうってことですね。世界史だったらこの範囲が終わってませんとかね。ぶっちゃけそうだよね。自分は公立高校だったけどだいぶ漏れがあったと思うけどね。学校自体そもそもね世界史もここの範囲やってないよっていうのいっぱいあったし英語もこの文法事項やってないよっていうのがあったんですけどねもともとね。でまあそういう漏れがね非常に多くなっちゃうってことなんで、でこのスコープっていうのは範囲ですね。そのエグザムの範囲っていうのを9月入学にするんだったら別に考えなくてもいいでしょって言ってるわけです。今のままだったら、ね、履修で漏れてる部分がいっぱい出てきちゃうから入試自体を変えなきゃいけないってことが起こり得るってことです。でまあこの辺がねプラスのこととして書いてあるわけなんですが当然ねマイナスのこともねいっぱい書いてあるわけです。これだって、まあ、まさに require major changes ですね。非常にもう大きな変革が必要だって書いてるってことは、よろしくない部分がいっぱい出てくるはずなんですよ。でまず書いてあったのが、幼稚園。そっか、考えてなかった。幼稚園とか保育園との連携っていうのを考えた場合に、小中高が変わっても、幼稚園の方は変わらないとなったら、連携がうまく取れないんですよね。で、書いてあったのが、so, accept children for five more months って書いてあって、5ヶ月より多く、幼稚園ってやんなきゃいけなくなっちゃうのかと。3月でね終わるはずだったものがね8月まで行くわけですもんね。そんな家で世話すればいいじゃんって思ってるかもしれないですけど子供の世話っていうのは非常に大変なものですからね。もうやっぱ子供が家にいて仕事全然できねえっていう意見いっぱい出てますからね。で次が The schedule for entrance and qualifications exams っていうのが見直しが必要だって書いてあるんですけど、そうですね、まさに入試の時期変えなきゃいけないでしょうし、資格試験もねいろんな資格がありますからね、国家試験だったりなんだりっていうのも変えなきゃいけないかもしれないですよね。なんか韓国とかあれ外でやってましたよ、国家試験。広くこうスペース取ってそれで試験やるとかってやってましたね。で同じようにジョブエンプライメント、ジョブハンティング、そうですよね、こう雇う時期だったり職を探す時期だったりっていうのもこれ変えなきゃいけなくなるわけですよ。フィスカルイヤーって言うんですけど財政年度ですね、それとの連帯っていうのがやっぱ出てきちゃうわけなんですよね。まあ学校とね独立して考えればいいじゃんっていうのもあるんですけど、学校だけ変わって会社や社会のね年度が変わらないとなると、まあ、いろんなズレが出てきてしまいますよね。で次が面白かった。 Under the school education law children must reach their sixth birthday on or before April 1st in order to start their compulsory education of that school year starting in April って書いてあって、4月1日もしくは4月1日よりも前に6歳になってなきゃいけないわけですね。だから4月1日生まれの人って1個前の学年になるんですね。つまり4月2日生まれの人が学年で一番最初に生まれた人で、4月1日生まれの人が学年で一番遅く生まれた人なんですよ。法律で4月1日の時点で6歳じゃなきゃいけないからね。もしだから4月1日の人
が一番学年で早い人だったとしたら、4月1日の時点で7歳になっちゃいますから、でそれはダメなんで、4月2日からです。で、ただね、4月2日生まれの人に聞いたら、選ばせてもらえたって言ってましたよ。どっちでもいいですよ、みたいに言われたって言ってた。まあ学校によって違うのか、地域によって違うのか、この辺はよくわかりません。で、9月入学になってしまうとわかりますよね。4月2日から8月31日の生まれの人たちは、7歳になっちゃってる状況になっちゃうわけですよ。9月入学にすると。これ、だから法律と合わなくなっちゃうわけですね。だからこれ法律変えなきゃいけなくなっちゃいますよ。こういうことが起こってしまうわけですね。そうなんですよ。法制度ができてないんだよね。9月入学にするまでのね。で、あとは、もし現状の年っていうのをもう6ヶ月やることになったら、their tuition may increase。 6ヶ月分のね、学費払わなきゃいけなくなっちゃうってことですよね。そんな学校行ってないんだからいいじゃないって思うかもしれないですけど、学校に当然維持費っていうのはかかりますし、先生たちの給料自体がその授業がなくても払ってるってところが多いですから。で、さらに今回のコロナのことに関してですね、 there is no guarantee that infections will end by September。 そう、これがまあ一番の大きな問題だと自分自身は思ってるんですけど、そう、9月までに終わるとは限らんでしょうね。そう、結構だから楽観的な人たちはさ、あったかくなりゃ終わると、ウイルスは生き延びられないとか、免疫力が上がるからとかって言ってたけど、結構暑い国でも結構、ね、減らずにとかって言ってて、だから本当にでこの夏で収束するかなんか分かんないわけですよね。だから9月にしました、じゃーんってやったけど全然収束しませんでした、だから9月以降も結局休校ですってなっちゃったら、何のためだったのってなっちゃいますよね。また4月からやりますだったら、それ、ね、法を変える必要なかったじゃんってなっちゃうかもしれないわけで、だからまだまだ山積みです、やらなきゃいけないことは、ね、ぜひですね、皆さんの意見聞かせてください。多分他のこういったこうこうこうだからっていう意見もいろいろと出てくるんではないかと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.